はい、今、山田電機ニューテックランド前橋本店にいます。ここからですね、前橋城跡に行きたいと思います。ちょっとゆっくり自己欄に行きたいと思います。こうですね、左みたいです。まもなく銀行のある交差点を左方向です。まあ、このカーナビもですね、一応もうだいぶ昔なんで、もう家店とかがちょっと変わってるんですよね。まあちょっとそこはちょっとだましだまし乗りたいと思います。ちょっとセブンイレブンでちょっと立ち寄ります。一旦ちょっともし左側にセブンイレブンがあったら立ち寄ります。懐かしかったな。やっぱりなんか覚えてるもんなんだね。いや、覚えてるというか、なんだろう。
分行きます。切ります。はい、セブン寄ってきました。ちょっと多いお茶購入しました。はい、ちょっとですね、今から前橋城跡行きたいと思います。もう 1.5 メートルの、あ、 1.5 キロのところにあるんで、もうすぐ着きますね。15時19分なんですけど、まあ、3時19分ですけど、だいぶ日が昇りましたね。2月の今日が12日なんですけど、もうちょっとなんか冬12月とか1月ぐらいだと、もう今これ暗い、もう夕方ぐらいだったですけどね、この3時だったらまだ結構余裕がある明るさですね。YouTube の動画再生数についてなんですけど、自分が今日感動したところでいっぱいお送りしたつもりなんですけど、やっぱ自分の感動と皆様が感動するのってやっぱ違うと思うんですよね。
さっき山田電機の本社行った動画なんて自分めちゃくちゃ感動してるんですよ。もう結構もう15年前ぐらいの出来事のあの形なんで結構懐かしいんですよ。めちゃくちゃ懐かしいんでもうすごい感動してるんでもう自分でも何回でも見たいなと思い起こしてと思ってるんですけど、多分絶対にまだちょっと動画あのアップしないんでちょっと分かんないですけども、多分絶対に再生数もう10とかぐらいで終わる動画なんですよ。本当にあの皆様からしたらもうなんだこれはっていう、なんだこんな、なんでこんなの動画載せてんだっていう感じの動画なんですよ。ヤマダ電機のあのニューテックランド前橋本店と元ヤマダ電機の前橋の、あ、じゃあの、前橋の本社、旧本社、前とか出したって、それがって感じなんですよね。あの、知らない人から見たら。もう自分としたらもう大感動なんですよ。だからまあそこはちょっと感動は違いますからね、人によって。ちょっと何度も言えないですけどね。切れます。